清原夏野は平安時代初期の皇族、苦行。根里親王の孫である内前世、小倉王の逸尾。官位は、十二位、右大臣、造成二位。延暦二十三年同じ宇戸ねりの官職にあった親族の三画王と共に、清原正人世の卵与値と親戚効果を希望し、これを父、小倉王が官務天皇に上表し許される。また同時に、 官武天皇の王女、茂野内親王の名と重なることを避けるために、名を茂野から夏のに改めている。平常朝では、中堅持、大戸練大城を務める。佐賀朝に入ると、公認元年倉人に、東宮大臣を兼ね、天皇と皇太子、大友親王の双方に身近に仕える。翌公認2年中五一下二乗借。後宮内醤友、東軍助を経て、 公認5年15以上、公認13年生五石下に少女される。また、この間に、佐野木助、佐野木主、宝木主、下草守と地方官も兼任した。公認14年4月に、東宮助として仕えた、大友親王が、純な天皇として即位すると、14した倉人頭に上任され、同年11月には三義に任せられ、苦行に列した。天年には、 千人の三議三名を超えて、十三に中納言に昇進し、左右大臣に並ぶ藤原冬次、お次と、天皇の弟の大納言、吉峰康代に次いで、一挙に、大上官の第四位の席次に抜擢される。その後も、天長五年間大納言、天長七年大納言、天長八年生三位と目覚ましい昇進を遂げ、天長九年には、 右大臣に任せられて、天皇の外籍である左大臣、藤原を継ぐに継ぐ地位まで上った。学識の高さや政治、経済に対する確かな見識を持って、朝廷、民間双方からの信任を厚く、純座町において、以下の政治的足跡を残している。天朝10年には、菅原清ただらと、礼儀家を編纂するとともに、大意識の改定も完了させた。また、 日本語機の編纂にも加わっている。天長10年、人名天皇の即位に伴い、12位に除せられる。上は4年10月7日隠れ後、去年56、最終官位は、右大神獣2位。没後世2位の位械を追贈された。平安系右京の総丘に三僧を営んだことから、総丘大臣、非大臣と称された。この三僧へは天長7年に、 純な天皇が行行、上和万年には佐賀上皇が行行して水木を鑑賞している。三荘は夏野が没して約二十年後の天安二年に文徳天皇の発願で仮覧が混流され天安寺と称した。現在の宝根法院が三荘跡とされる。公認六年に佐賀天皇の盆釈寺への行行に従った際の監視作品が警告集に再録されている。 中気のないものは、六国史による。ありがとうございます。